水間港区は中華人民共和国新疆ウイグル自治区ウルムチ市に位置するしかつく。ウルムチ市の中心的区域の一つで、総面積約278平方キロメートル29の民族が居住し、人口約54万人。水間港区はウルムチ市の北東地域にあり、ジュンガルボンチの南端に位置し、天山山脈ボコダミネの西側北嶺にあたる。 現在この区画は、南は鉱山路で、米東区と天山区と接し、南東は、達士坂木区と接し、西は川名田高速道路と、西和区と新宿に接しており、北と東は、米東区と接している。この近辺は、新大から、西館初期、車市の頃から遊牧民の地域であった。西漢王朝の先定が、神社区二年に、西域を統括する。 西域ともをカラス類に設置し、現在の水間港区の地域も正式に西館の半島に入った。東大には水間港区は臨大県に属し、安在大都合府の管轄であった。秋代はモンゴル族系、オイラとの一部族補修とや、ジュンガルがこの地を治めていた。その後、信代になって清がこの地域を霊属し、敵家州、敵家府、敵家県の管轄となり、 現在の六道湾、七、道湾のあたりが開拓された。中華人民共和国成立後、敵化し、その後ウルムチ市となった。1956年に、ウルムチ市五区とウルムチ県一区の一部が合併し、水間高校校区が設立された。1969年には、八道湾鎮が水間高校校区に併合された。さらに同年、水間高校校区は、 水間航空に解消された。15回道を管轄。水間スケ ABC 水幕。支援格。ありがとうございます。